最初すごい不安でしかなかったんですけど、最初からその当時の3年生が話しかけてくれて、これもう一気にお友達ができて。こんにちは。こんにちは。中学校の引き続きみたいな感じでちょっと行くのが怖かったんですけど、もう最初からそれで馴染めなくて、あんまりちょっと友達はできたりしたんですけど、ちょっとまたそこでごたごたがあったりとかで勉強もあんまりついていけなくなってしまって。整備学園は転入生編入生を随時募集しています。詳しくはお問い合わせください。整備学園チャンネル。じゃあ実際入ってみて、はい、どうだった？もう最初から、もう最初すごい不安でしかなかったんですけど、最初からその当時の3年生が話しかけてくれて、3年生も2年生も、そこでもう一気にお友達ができて、もう毎日通えるようになりました。もう別人のように。本当？え、毎日？はい、マジで？1年生の時は毎日来てました。すごい。え、だってさ、朝彦って、はい、通わなくて確かいいだよね、はい、いいけど毎日来てました。すごいな。でも楽しかったんだね。じゃあすごい楽しかったです。そんなに行けなかったのに急に行けるようになるもんなんだね。なりましたね。すごいな。よかった、よかった。それはよかったです。え、じゃあさ、まあ、先輩とかが話しかけてくれてっていうふうに言ってたけど、はい、なんか生命学園入ってなんかこれ楽しかったよみたいなとかってありますか？まあ、行事はもちろんすごい楽しかったんですけど、うん、日常生活でコース活動でなんかみんなと関わってなんかアイス作ったりとか、休み時間にトランプやったりとか、そういうのもすごい楽しかったです。学校じゃないような感じあります。すごい、うん、なんか俺もインタビューしてて、はい、みんなでゲームやったとかマジゲームできるのみたいなスプラトゥーン大会とかやってすごいよね。めっちゃ楽しいです。いやいいですね。まあ、じゃあそういうのもあれだね、なんか学校に来れるようなになった、はい、一つの理由ですね。じゃあ今もう3年生になったんだよね。はい。なんかこれから挑戦していきたいこととかって、ほら卒業後とかってなんか決まってたりしますか？はい、卒業後は特に決まってないんですよ、うん、だけど卒業後っていうか今の目標があって、バイトしてお金貯めてそろそろ免許が取れるので、免許取ってちょっと車を買いたいなって思います。もういいね、いい目標ですねなんか車好きなの？車別に好きなわけじゃないんですけど、ただ交通手段が欲しくて、うん、そうだね、ここら辺だったら必要だよね、はい、そうですね。整備学園では個別相談会を実施しています。ホームページから予約できますのでチェックしてください。整備学園チャンネル。はい、なんかあれかな、進学とかを考えて？だって進学もともとちょっと進学いいなって思ってたんですけど、うん、まあ、ちょっと学費の面とか、まあ、こうやって一回ここ辞めてしまったとかも不安もあって通いきれないなって思って、ちょっと就職にしようかなって思ってます。おー、なるほど、はい、ちゃんとすごい考えてじゃあその就職の職種とかはなんか興味あるなみたいなのとかってあったりしますか？特にないです。特になし、はい、じゃあこれから決めていく感じかな。はい、もう働ければいいお給料で自分に合ったお仕事ができればいいかな。すごいな、働ければ、はい、うん、今1年生の時に転校してきて整備学園入って、なんか大切なものとか大切にしなきゃいけないなって思うこととかって何か見つけました？中学の頃はなんか行事とかもともとすごい好きだったんですけど、うん、なんでこの子たちみんな参加しないんだろうっていう、なんかやる気のない子たちに対してそういう気持ちがあったんですよ。だけどこの学校入ってからやっぱなんかそういうあんま好きじゃない子がいるっていうのも分かったし、なんかその自分の思いだけで動くのはちょっと違うかなって、なんかいろんな子をこの気持ちを配慮できるようになりましたね。そういうところは大切にしていこうと思います。めちゃくちゃいいじゃんすごいいいもの見つけてるね、はい、うん、そうだね、すごい大事だと思います。でも時にはこれから自分のやりたいこととかも大事にしてもらいたいなとおじさんは思いますお兄さんですよありがとうございます、はい、じゃあ最後に、はい、中学生の皆さんにメッセージを一言ちょっとお願いできれば。はい、はい、いろんな理由で学校行けないよ、行きたくないよって人たくさんいると思うんですけど、
こうやって行けなかった人でもこうやって明るく通えてるんで、ぜひうちの学校見学だけでもいいので来てください。よかったら待ってます。ありがとうございます。はい、はい、もう宣伝までしていただいて ありがとうございます。じゃあこれにてインタビュー終了になります。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ございます。ぜひ自分のやりたい職種をちょっと見つけて、はい、いろいろ調べてみたいと思います。はい、いいですね。ありがとうございました。ありがとうございます。